石間重作マイナス1925年8月31日は、三重県四日市市出身の政治家、教育者、実業家、第二代四日市市長。石間家は、戦国時代には、北畠市の家臣であったが、1570年に、滝郡先行から四日市に移住して、北勢48屋の一つの浜田市の重臣となった。江戸時代には、 市場町四日市を開拓した旧家として名高く、代々昭屋を務めた。1804年以降は、明治台東永久御免となった。立町に誕生した重作は、1867年に昭屋役見習い、1872年には、渡来軍の山田国札引換役に任命された。1883年に28歳で、四日市の官業委員。 四日市町連合会議員となった。1885年からは、三重県朝毛郡町村連合会議員、三重郡第一高等小学校学児院、高等小学校組合会議員、三重郡四日市町三加村学校組合議員などを歴任し、特に小学校教育普及に尽力した。行政組織づくりにも参加し、四日市の初期を経て、1889年に、 四日市町会議員に当選した。その他、四日市官業委員も務め、1893年には四日市商業会議所議員となった。さらに商業会議所会頭も務め、執行による商業の活性化に尽力した。1898年に四日市市長となる。1917年の第13回衆議院議員総選挙では、 四日市選挙区から衆議院議員に当選した。1925年8月31日に死去。去年71。商業会議所議員や四日市の実業家で組織されていた実業談話会で商業学校が必要との話が持ち上がり、商と四日市の発展のためには専門の知識習得が必要になるという考えから、茂作は、 四日市町立商業学校創立委員となった。商業の専門学校という概念はなかなか受け入れられず、設立には資金面で苦労したが、1896年に全国18番目の商業学校として創設され、校長には茂作が就任した。現在の三重県立四日市商業高等学校である。石間は四日市高と鶴ヶ校を結ぶ。 鉄道敷設を計画し、1897年に仮面状がカフされた。しかし、沿線の利害関係や不況も重なり実現の目処が立たなかった。1911年になり島は、地元出身である立川雄二郎に養老鉄道建設に参画するよう依頼した。立川が社長となり、養老鉄道を設立。1913年7月に、 養老駅、大垣駅、池野駅間が開通することとなる。この路線が、現在の養老鉄道養老線である。ありがとうございます。